あ、なんかすごい来た。防衛策。はい。即席の砦。はい。なんか新キャラ出てきたね、敵の。やっと発展してきた。黒い煙？あ、燃えてる。なんだなんだ？火事だ。ちょっと待って、住民同士がいさかいの果てにだって。やはり人間か。人間の最大の敵は人間か。憎い相手の家に火を放つとかやめなさいよ。ひどい。なんてことだ。恵みの雨、わかったよ。しょうがない。雨。これだ。SP なかったらどうしようって感じだよね。争いはおやめなさい。はい。全くだよね。ほんとそうだよね。いやー、愚かだなぁとしか。はい。愚かな人間たち。経験の書。フィロトス。フィロトスの経験を積む？信仰度も増えた。神がイケメンすぎる。はい、経験の書。フィロトスなど味方ユニットの能力を高めることができる。ほー。どこで使うんだ？建築。違うな。砦の撤去もできる。はい。砦を完成。つまり魔物の穴を巣を塞ぎに行くのか。あ、なんかあるの？大軍の襲撃が。あ、来るんだ。おお、魔物の襲撃を乗り切る。敗北条件は神殿の破壊。報酬とかがある。受注する。はい。あ、使いましょう。フィロトスに。はい。どうせ足んねえのか。レベル3までしかならないから、3つ使う。はい。あれ？あと 2？ ちょっとなんかいろいろと見間違えたみたいだけど、とりあえず 2にしかならなかった。いいよ、行きましょうか。ほい。魔軍の進行。うおー、これ俺やっていいの？なんか魔物との戦いについて。砦と砦全然置いてないぞ。はい、やべ。ほう、わかりました。弓使えないんだ。はい。これで選ぶんだ。ちょっと待って、今、砦で、え、下から。じゃあ、まず、そこに、ここってこと？いった。砦で今作れる？砦で、あ、柵置けるんだ。今、柵が1個？いくつ持ってるかわかんねえな。置いた。はい。もうないです。はい。頑張れ。やれんの？人間が死ぬとこは見たくねえぞ。防衛策。はい、さっき使えちゃったよ。足止めするアイテム。はい。鳥ではさすがに建設する時間ないもんね。足止めにしか使えないんだな。わかった。生産されるって。お、強い。やられ、大丈夫？あ、HP が。あ、すごい。必殺技がある。これなんか魔物のダメージを与え、ダメージを与え、雷がやっぱいいの？この感じ？ほい、消滅。いいぞ、来てるねー。頑張れ。待て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 、いろんなところから来る。ユニットの導き、強力な味方です。いいね。鳥の能力や必殺技を持っている。何者なんだ。はい、で三角で移動できると。 OKOK。 ユニットの戦闘不能。おお、0になると戦闘不能。あ、でも死んだりはしないんだ。了解了解。足止めできるから、どうしようか。あ、でもそっちぐるっと北回ってくるのが、まあ、そこでいいよ。じゃあここにいてくれればいいや。いけ、頑張れ。範囲攻撃があるね。めっちゃ来た。また？はい。数が来たらまた撃つよ。オッケーオッケー。魔物に対する効果を確認できます。属性あるんだ。なるほど。わかったわかった。ほう、魔物の戦いの時、おお、都合が良いね。魔物にしかダメージが入らない。ありがとうございます。はい、ここに溜まるでしょ。溜まってきたら撃ちます。はい、ね、水は効かないんだ。太陽は弱点じゃなくて、風は効かない。地震は効く。地震と雷効くんだ。まあまあまあ、これでドカーンと。ほい、いいね。行ってくれ。砦の効果を上げるって言うと、砦の中にいた方がいいの？よくわからんね、それが。お、必殺技だ。一撃。おお、成功しました。撃退。強いじゃないか。フィロトスのおかげだよ。まあ俺も雷でね、結構敵倒したから。軽減の書。あ、これってもったいぶって取っといてもフィロトス専用なのか、結局。ぽいな。別のキャラに使うとかねえな、多分な。はい、より多くの人口。はい、じゃあまたぶっ壊して。なんだ？おっと、次なる魔物の生と向かう決意を固めました。いいですよ。邪悪の玉。玉っころ玉っころ。お。なんだあれヒロトス働かない？おー、そういうもんか。いや、なんか考えがあるんだよ、きっと。伝説の英雄？何伝説の英雄って。人間たちの力で魔物の巣の封印を解き、神が魔物を生み出す発言機を破壊する。あ、いや、普通に伝説の英雄やるわ。そこでいいのかな。いっとく？あとマックスはちょっと打っとこう一回。あ、この辺の森は壊せないんだ。壊せる森決まってる。鳥でやっとく？今のうち。なんか南からまたガッと来そうだよね。鳥で、あ、玉っころです。やっぱあるんだ、邪悪の玉。行きましょうか。その前にさ、ドラゴンだよ。鳥で。鳥で、あ、強化ってのがあるんだ。はい。この辺ダメなんだ。あ、ちょっとあんまいい場所がないわ。あんまないわ、いいところが。はい。じゃあ、行きましょう。突入、あ、待って、リンゴをちょうだい。行きます。ミニゲーム。おっつ。なんかすげえ投げてくる。なんだ何あれ。これで発言するのか。ほー。しゃがみがあんまり危ない。いい感じ。無敵時間あんのこれ。タイミングめっちゃあって無敵時間で避けてる。さあ2つ目だねこれで。おお、魔物に抗う力を得た。お、砦の数が増える。魔物すぐ封じられました。留守番をした甲斐がある。伝説の英雄。生き残った人々の人間の間で語られた伝説。6人の英雄が現れる。そんなあったっけ。おー、六勇者。新行動。これマックスになるとここクリアになるのかな。心霊ってなんだ。あ、これであれか、話を聞けるんだ。そういうことか。はい。英雄の書ってどこで、経験の書か、どこで使うんだっけ。待って。経験の書の使い方をちょっと見逃した。まあでも戦闘の前に、あれか、出てくるのか。田畑を？はい。供物。天使って腹減るの。毒味を買ってるけどさ。果実。生産アイテム。ほう。定期的にアイテムを生産するものがあります。柵とか資材とか、なんかポーション ?HP 回復か ?SP か、ポーションは。あと、リンゴが HP か。果実とポーション生産。HP。ほうほうほう。へえ。砦の耐久力も回復する。はい。工場。資材と防衛策。了解した。砦ちょっと。砦どっか作っとこうで。ないね。奇跡か。やっとこう。これも壊せるやつか。田畑壊れちゃうんだこれ。間違えると。あ、なんか壊した。ここにあったやつ。いやー、やっちゃったな。ちゃんと見ないとね。バンバン壊そう。あれは見回りしてんね。なんかこの辺まで呼んだ方がいいのかな。おっと、なんだ今のガシャン。あ、壊されたな。そういうことやってくんのか。次行けるところ。はい。砦は自由に移動することができる。すげえな。はい。とりあえず立てとくといいのか。移動できるんだったらさ、こことかいいか。はい。そこ壊れるね。ちょっと巻き込んでるねやっぱこれね。工場とかをね。はい。巻き込まないように。音がした。2発必要。濃い緑の森は壊せない。これとか壊れるのか。 SP が不足。回復。これでいけんのか。結構ガンガンくれるな。これとかなんか地震でなんか平らにするのかな、こういう段差みたいの。これで両方入ってんね。壊す。一撃で破壊しきった。できた。外した。なんかある？ございません。はーい。あ、なんだ？そんなのあるんだ。はい、挑戦中になってる。田畑から回収する。密着しすぎると当たんないな。なんか次どこ行くといいんだ。この辺か。ここまで行くといいのか。下行けない？下行けないね。ここ結構やることあんね。ここにも工場ができた。段差があったけどなんとかなってんね。道ができた。壊すか。ポーション。うおー、発展してきたぞー。そこいけないの？いけるわ。これも壊せんのか？壊せんね。いいな。街ができていく。街の発展はほっとけばいいのかな。鳥でどっか建てる？お、町を建設中。鳥で建てっか。この辺建てらんねえんだな。来そうだよねこれ。こっからまたここに建てとこう。あと見えてない穴とかあんのかな。おっと、はい、報告。なんだ、食べてるわ。リンゴでしょ。いいな、それも食いてえわ。おいこら見てたよ、美味しい美味しいって言ってたの。こんなキャラだったっけ、天使。神様は別に食わんでも生きていけるかもしれないけどさ。信仰度増えた。はい、天空城にも。おお、そんなことできんの。セーブロードについて。ほう、天空城で。はい、メインメニューから。ほう、メインメニューはこれ？あ、これか。ほう、ユニットのステータス。おー、フィロトスレベル2。うわ、面白い。攻撃範囲とか速度とか凍結耐性とかちゃんと全部あんだこれ。すごいな。クエストもあって、アイテム。あ、これでいいんだ。はい、使っちゃえ。3になった。神のステータス。神だからさ、最初からマックスでいてくれよっていう気はするけどね。魔法がまだ全部ロックされてる。使えないんだ。地域イルモア。はい、オッケーオッケー。魔法砦とかあるね。で、天空城に戻って、あ、でセーブなんだ。よし、でワールドマップへ、町へ戻る。はいはい、あ、戻ってきたわ。スッと戻ってきた。サタンの手の者がフィルマを襲った。ああ、そうだよね、領主さんがなんか封印されていたっていう。なぜ生かされていたのかははは。来ちゃった。最強の男。はい、行きましょう。さあ、どっから来る？穴はもう南にしかないよね。はい、オッケーオッケー。果実で治る。今は取る必要なし。来るとしたらここじゃねえの？南か。あ、穴増えてないなんか。ちょっといいか、予定と違うねなんかね。鳥出なかった。南に行け、頑張れ。1ずつしか食らわねえ。で、リンゴ取ればいいんでしょこれ。南からしか来ない。全然、あ、取っちゃった。全然大丈夫。あ、消えちゃった果実。取るか。一人で勝てるなこれな。まあでもそのうち違う場所から来るんだろうな。いいね、必殺技。あ、なんかちょっと違う武器持ってるやつ来た。下からは来ない。あ、ここがやばいね。足止めしとこう。撃つか。何が効くのかって見えない。雷、あ、弱いやつか。これで、ここで撃っても、建築物は壊れません。素晴らしい。はい。OK。フィロトスが普通に強くて、全然余裕じゃねえか、これ。リンゴもある。ほう。これが最後だって。売っちゃうか、じゃあ。こいつらは何に弱いんだろうね。雷は効かない。効かないっつうか、あれか、普通ってことか。雨が効かない。太陽も普通。風が効かない。地震だ。SP が足りません。マックスじゃないと使えない。ポーション。OK、これで、地震を当てると、ほい。揺れてます。コントローラーめっちゃ揺れてます。あ、倒しきれないね。あ、強いぞ、こいつら。マックス。地震。あ、クールタイムがある。抜かれた。危ねえ。クールタイム。あと 0.7 秒。いけるか？地震。味方食らわないんだよね、多分これね。ちょっと地味ですけど、今、地震です。いけそういけそう。硬いね、やっぱ。とどめ。やっぱ英雄なんじゃねえの？フィロトス。ちょっと名前が覚えらんない。セフィロスって言っちゃいそうになる。フィロトス。いやー、ようやったよ。最強の男。6人どういう扱いになるんだろうな。なんか神よりすごいやつとかやめてよ。神が実は地上に使わした、いにしえの天使6人とかそういう感じ？はい、OK。じゃあ、ガンガンと。おっと？知りません。アイテムの確認方法。アイテムの使用について。あ、やっぱメインメニューなんだ。はい。メインメニューにアイテムがある。はい。資材。210個持ってる。いいよ。今撃ったけどね。おお、神よ。働き者だよね。南の封印。そうなんだ。やろうぜ。なんか理由があんのかね。魔物の巣に行かないっていう理由が。信頼と依存。まあ、依存するなってことなのかな？あ、文化レベル上がるって。大丈夫、敵。じゃあ、導こうか。違う。ここね。頑張れ。いったぞ。あ、体当たりか、結局。はい。弾見つけたのね。いきます。これでもあれか。普通に、こういうの倒したりとかさ。やめろ。ちょま、はい。はい。これが魔物の巣のやつで、森から響くうめき声。弓取り手を2つ以上設置する。はい。急にどうしたの？クエスト複数受けられるね。森には今なお多くの魔性が姿を隠しております。おー。了解。ちょっと危ない。砦ね。弓砦。これが。どこがいいの？森でしょ？この森とか？これ壊す1個。はい。人口マイナス4。住居1個壊しちゃいいよ。もう1個建てるか。砦、弓砦。あ、建築上限数足しているので、いらない砦を1個壊す。これいらなかったか。壊すのが移築じゃない、撤去。これだ。はい。壊して、砦、あ、これか。で、弓砦を、この森でしょ？怖いの。ここやっとく？弓による遠距離攻撃を行う砦だから、タワーディフェンスの、あれだよね。攻撃タワーってことだよね。敵、次来るときってさ、ここでしょ？有効活用するんだったら、こことかがいいか。ここにしよう。はい。なんか壊した？これで、言われていたこの弓砦を2つ以上設置する。はい。弓砦を得ました。指示出しただけだけどね。立てたのはちゃんと君たちだから、誇るといいよ。あんまり森の近くに立てた感じじゃないけどな。森から響くうめき声。で、これをやると、あ、この状態って敵湧いてこねえのかな？かもしんないね。残るはあと1箇所だから、ゆっくり見てようぜ。やれんのかな、この辺。雷。雷は連打できるんだ。一発しか当たってなかった。ちょっと待っててね、すぐ行くから。ポーションぐらい、ポーション。ここだけ壊したい、あと。あと2足んない。ずっと祈ってる。俺が行かない限り、ずっと祈ってるわ。ポーション、ポーションくれ。あ、これで行ったか。これだ。よし、じゃあ、これで渡れないのかな？渡れない、橋を建てるとかがあんのかな？突入。いきます。まあ、ミニゲームだ。あ、でも、なんかちょっと違う。いや、嫌だな。やべ、あ、いいのか。それ？そこ出てくると。オッケーオッケー。うっ。避ける感じ？避ける感じ。避ける感じ。鳥もいる。避ける感じ。やべ。切り上げ中結構無敵タイムがある感じがする。残り1つ。おお。より多くの砦を建てられる。はい。5つになった。ほう。でも行かないのね。何なんだろうね。信頼と依存。